続いては賢いキャラでいきたい松岡さん。おバカキャラばっかりはいらないかなと思って賢くなりたいなって。ところがイルカ、海源、海抜き、ひょうたかと同じ意味なんだ。全く読めなくてクイズはボロボロでした。松岡さんの賢いキャラは難しそうです。続いては、はい、どうもびっくりした。え、合格で第3次選考松岡くん合格です。マジですか？びっくりした。今の気持ちを。いや、急すぎてちょっと何が何か。もう二度と会えない。数々のオーディションに挑戦し続ける松岡さん、決勝大会進出です。僕の名前を呼んでる。続いてみんなと一緒に歌いたいです。頑張ります。絶対に合格して夢をつかみたいと思います。頑張ります。決勝大会